スマホの活用講座今回は YouTube の使い方というテーマでお話しさせていただきます。皆様 YouTube という名前はどこかで聞いたことがある方も多いかもしれませんがこちらは言わずと知れた動画共有アプリで個人や企業が投稿した動画を無料で閲覧することができます。動画を投稿することで 広告収入を得られる仕組みも用意されていますので YouTube で何億円も稼いでしまう YouTuber なる職業も出現しました YouTube にはさまざまな動画が投稿されていましてかわいい動物の動画や好きな歌手の映像を見たりといった使い方はもちろんヨガや体操などを先生と一緒に体験できるものや 勉強で集中したいとき、リラックスして眠りたいときなどに使える、小川のせせらぎを何時間も収録した映像など、多種多様な動画を閲覧することができます。スマホを使っていく上で、まずマスターしておきたいアプリの一つです。ではこれから YouTube を学習する前に一つ覚えておいていただきたいことがございます。 それが Wi-Fi の接続です。動画は映像がきれいであればあるほど大きな通信量いわゆるギガを消費します目安として1時間半の映画1本を高画質にスマートフォンで再生した場合約2ギガバイト近くを消費してしまいますですので動画の視聴を行う場合は なるべく w i f i 接続した状態で主張するようにしましょう今ではカフェやホテルなど外出先の施設で w i f i 設備を提供している場所もかなり増えてきました。とはいえ初めての場所で自動的にスマホが w i f i に接続するわけではございませんので自身のスマホの w i f i 接続手順を理解しておく必要がございます。 今一度 Wi-Fi への接続方法をおさらいしておきましょう。まずは iPhone の Wi-Fi 接続方法です。歯車マークの設定アプリを開くと、上の方に Wi-Fi という項目がございます。こちらをタップすると、現在利用可能な Wi-Fi のリストが表示されます。 このの中から接続ししたい Wi-Fi 名称をタップしますするとパスワードを要求されますのでそちらを入力し右上の「接続」をタップすると接続が完了します。接続できない場合は w i f i の名称やパスワードが合っているか今一度注意しながらもう一度この手順を繰り返してみてください。 続いて Android の w i f i 接続方法もご紹介いたします手順としては iPhone も Android もほとんど同じ手順ですが Android に関しては機種によって画面の表示や項目の名称が大きく異なる場合がございますのであくまで一例となることをご了承くださいまずは歯車のマークの設定というアプリを開き ネットワークとインターネットまたは w i f i 接続といった項目を探してみてください優先度の高い項目ですので設定アプリの上部に位置されていることが多いですそちらをタップすると現在利用可能な w i f i のリストが表示されますのでそちらの中から利用する w i f i の名称を探します タップするとパスワードが要求されますのでそちらを入力して接続完了です w i f i 接続に関しては別途こんなに簡単 w i f i 接続と活用術という講座でも詳しく解説しておりますのでさらに知りたい方はそちらをご参照くださいでは早速 YouTube の操作方法を見ていきたいと思います まずは youtube を起動してみましょうこのようなアイコンが目印ですこちらが youtube の最初のページです最初のページのことをトップページとも呼びますので覚えておきましょういろいろと画像が並んでいますが これら一つ一つが YouTube に投稿されている動画です縦にスクロールしていくと時事関連など様々な動画が並んでいるのがわかるかと思います YouTube が利用者の好みに合わせた動画を並べてくれていますまた画面の下の方には5つのボタンが並んでいますここにはよく使う機能をアクセスしやすいように並べてあります こうした場所のことを一般的にタブと表現することが多いのでこの呼び方は覚えておきましょう今はタブの中の「ホーム」というボタンが赤くなっているかと思いますこれは皆さんが今「ホーム」という画面を見ているということです何か画像をタップするとすぐに動画が再生されますがまずは次からのスライドで 一緒に操作方法について学習してから操作を行っていきましょうまずは早速見たい動画を検索してみるという操作をやってみたいと思いますトップページの右上に虫眼鏡のアイコンがございますのでそちらをタップしてみてくださいちなみにインターネットの世界で何かを探す検索するという場合は 大抵この虫眼鏡のアイコンが使用されます虫眼鏡アイコンを見つけたらここから何か検索ができるんだなと覚えておきましょう虫眼鏡ボタンをタップすると検索画面が表示されますので一番上の検索窓に見たい動画に関連する言葉を入れてみましょう今回は例としてラジオ体操 と入力してみますもちろん他に見たい動画が決まっている方は他の言葉でも構いませんので何か入力してみてください。 「ラジオ体操」と入力してみるとその下に関連するキーワードも表示されます。今回すぐ下に「ラジオ体操第一と表示されましたのでこちらをタップして「検索」と押してみてくださいするとキーワードに沿った動画が検索されましたそれでは一番上に来ている「 テレビ体操ラジオ体操第 1NHK と書かれた動画を再生してみます再生するには赤い四角の辺りをタップしますタップするとこのような画面が表示され動画の再生が始まったかと思いますこちらが動画再生中の画面です大きな音が鳴ってしまう方は スマホ本体の右側または左側についている音量ボタンで音量を調整しましょうそれでは再生中の画面の見方を解説いたしますまず真ん中に見えるのが再生中の動画です続いてその下この動画のタイトルですこの動画はテレビ体操ラジオ体操第 1NHK ということになります そしてその下1996万回視聴6か月前とありますがこれはそれぞれこの動画が再生された回数と投稿された時期を表していますよくテレビなどでも YouTube で何千万回再生という動画が紹介されたりしますがその再生回数がこちらですこの動画は約6か月前に YouTube に投稿され 1996万回再生されているということですどれだけ人気があるかという目安でもありますその下にある親指を立てているマークこちらは SNS などでもよく目にするいいねのマークですタップするとその動画を高く評価したことになり右のアイコンをタップすると低評価をつけたことになります こちらも人気や他の人がどう感じているかといった目安となりますので、自分も気に入ったと感じたらいいねをしてみましょう。続いてその隣、共有ボタン。共有という言葉はスマホ用語としても非常によく出てくるものですので、覚えておきましょう。共有というのは、誰かとこの動画を共有するという意味で、つまり、 他の人にもこの動画を教えてあげることができます詳しい使い方はまた後ほど解説いたしますのでひとまずそのように覚えておいてください続いては保存というボタンこちらは気に入った動画をいつでも閲覧できるように自分のコレクションに加えておくことを言いますこちらも後ほど詳しく解説いたします また再生している動画の下に並んでいるのは再生中のの動動画画と関連性の高い動画です YouTube が自動的におすすめとして表示してくれていますのでより自分の好きな動画がこの中から見つかるかもしれませんちなみに動画を再生すると冒頭や中間にコマーシャルが流れる場合がございます。 5秒程度待って「広告をスキップ」と表示されたらそこをタップするまたは15秒程度そのまま待っていると CM が終わり動画が再生されます右上の「広告主のサイトにアクセス」をタップしてしまうとその広告商品のホームページにアクセスしてしまいますので注意してください それでは、動画の再生中の操作方法について解説いたします。動画の再生中、再生されている動画の画面上のどこかをタップすると、一時停止などのボタンが3秒程度表示されるようになっています。そのまままた数秒経つと、元の画面に戻ります。 一時停止ボタンが表示されている間に一時停止ボタンをタップすることで動画を一旦停止することができますこのように動画の再生中は動画が見やすいよう余分なボタン類が隠されていますそれでは動画内のどこかをタップしてみて一時停止ボタンを出現させ動画を一時停止してみましょう 再び再生するにはもう一度同じ場所をタップすれば再生が始まります続いては動画下部に表示されている「時間」と赤い玉をご覧ください右側に見える数字は動画の総再生時間を表しますこの1本の本動画が どれくらいの長さかを表示しています左側の数字は現在再生されている秒数ですそして現在左側に見えている赤い玉は総再生時間を一番右端とした場合現在どれくらいの再生地点にいるかということを表していますつまり動画を再生していくと赤い玉がどんどん右側に動いていき 右端に到達すると1本の動画が終了するという意味ですそしてこの赤い玉は長押しすることでそのまま掴んで横にスライドさせることができます赤い玉を移動させて再生したい時間まで持っていきそのシーンから見るということができます 続いて右下の鍵カッコが集まったようなアイコンは、拡大表示マークです。全画面表示とも言います。動画がスマホの画面全体に大きく表示されます。全画面表示の時は、スマホを横向きにして動画を見るような形になります。全画面表示を元に戻すには、もう一度同じ場所のボタンを押します。 動画の再生をを終了する方法をご説明いたします YouTube での再生を終了するにはホームボタンを押して YouTube を閉じることで再生もそのまま終了しますまたは左上にある下向きの矢印をタップしてみてくださいするとこのような画面になったかと思います一見動画を再生する前の画面 ラジオ体操と検索した時の検索結果の画面に戻っただけのようにも見えますが下の方に今再生している動画が縮小されて表示されていますこの状態では先ほどのように動画を検索したり他の動画を再生したりすることができるようになっていますまた縮小状態になっている動画も一時停止や再生の操作が可能です また「×」のボタンをタップすると縮小表示された動画が消去されますのでこちらも一旦動画の再生を終了する方法の一つです青枠の中をタップすると先ほどの動画再生画面に戻りますこちらは 初めて操作する方にとっては何が起きているのか少し分かりづらく感じる部分でもございますが動画を再生しながら他の動画も探すことができるという程度に覚えておいてください。以上動画の検索再生停止までの操作や画面の見方を解説いたしました。 それではここからその他の機能をご紹介いたします。まずは共有という機能。スマホで共有というと、他の誰かに今見ているものを LINE やメールで紹介するというような機能を指します。YouTube に表示されているこの共有も同じで、共有ボタンを押すと、LINE やメールなどのアプリを使って、 誰かにこの動画を紹介するという機能が起動します。ひとまずこの共有ボタンを押してみましょう。共有ボタンを押すと、まずこのように何のアプリを使って共有するかというアプリの選択画面が開きます。左が iPhone の画面で、右が Android の方の画面です。アプリの数などに若干の違いがありますが、 どちらも内容は同じですそれでは一般的な LINE を使って送信するという方法を見てみたいと思いますので LINE をタップしてみましょうなおご自身のスマホに LINE がインストールされていない場合は LINE が表示されません LINE のインストールや使い方は LINE の使い方という講義を別途ご参照ください LINE YouTube をタップすす。ると、のの画画面面からの画面に移りますここから動画を送信したい人を選びます開いた時は自動的にトーク一覧の画面になっていますので最近 LINE で連絡を取った人が優先的に表示されるような形になっていますまた左上の「友達」タブから送信先を選択することもできます 誰かをタップして選択するとこのように右側にチェックマークがつきますので最後に右側の「転送」をタップすると相手にこの動画へアクセスするための URL が送付されます。こうして自分がいいと思った動画を知人や家族に送付することができます続いて「 共有の右側オフラインというボタンはこの動画を一時的にスマホ内に保存することができますオフラインに保存するとスマホの中にこの動画データを保存するため次回この動画を再生する際にインターネット通信が不要になります非常に便利な機能ですがこの機能を利用するには YouTube の有料版への登録が必要となっておりますので現在は利用できません 続いては保存機能ですこちらは気に入った動画を自分のコレクションに加えることができます試しに保存をタップしてみると保存アイコンが保存済みと変わり画面下の方に最近の再生リストに追加されました後で見るというふうに表示されます少々わかりにくい表現ですがこれは後で見る とといいう名前のリストに動画が登録されたことを表していますではその「あとで見る」という名前のリストを見てみましょうまずは左上の下向き矢印をタップして動画を縮小表示にしましょうすると下の方にタブが表示されますので 一番右の「ライブラリ」というタブをタップしてみてくださいするとこのような画面になったかと思いますこの「ライブラリ」というページは自分が閲覧した動画の履歴や保存した動画を確認することができるページです先ほど動画を保存した際に「後で見る」というリストに保存されたという文言が表示されましたがこの「ライブラリ」に「 後で見るというリストがありますので確認ししてみましょうすると先ほど保存ボタンを押したラジオ体操の動画がこちらに保存されているのが分かります気に入った動画は都度検索して探さなくてもこのようにリストに保存しておけばいつでも簡単にアクセスすることができるようになります最後に「 チャンネル登録についてお伝えいたします動画の再生中この赤枠の場所にこの動画の投稿者が表示されていますこのラジオ体操の動画で言うと NHK が投稿した動画という意味です赤枠のあたりをタップするとこの投稿者のページにアクセスすることができます こちらがこの投稿者ののの専用のページですこの投稿者が過去に投稿した動画をこちらから閲覧することができます。また新たに投稿される動画を見逃さないようにするには赤枠の「チャンネル登録」をタップしてみましょう。チャンネル登録とはこの投稿者さんをお気に入りとして登録するようなイメージです。下ののタブの真ん中 登録チャンネルというところをタップすると自分の登録している投稿者の新作動画が表示されるようになります。これによってこの投稿者の配信動画を見逃すことなく閲覧できますので好きな投稿者さんを見つけたら忘れずにチャンネル登録をしておきましょう。 以上で YouTube の使い方の講義を終了いたします。ご清聴どうもありがとうございました。